くさんの応援をいただきました。この場をお借りしまして本当にお礼を申し上げさせていただきます。本当ありがとうございます。残念ながら結果は届きませんでした。しかし今回の5区の補欠選挙では多くの実りとそして希望を生み出しました。それは野党がつながるということ、そしてつながった共闘の先には何があるのか、それは市民とつながるということです。誰一人置いてきぼりにしない社会、本当の安心の仕組みを作るということで訴えをさせていただきました。このことは今も間違っていないと思っています。地域経済の活性化も社会保障もそして防災も全ての私たちの暮らしに関わる全てのことに対して誰一人置いてきぼりにしない社会こそが本当の安心社会だと思いませんか。私池田真希はずっと平和をそしてもっと安心を、この運動を足を止めずに一市民としてそして皆さんと共につながって政党へのメッセージも発信し続けていきたいと思っております。本当にありがとうございました。そして参議院選挙に向けても自公への3分の2議席を絶対に許さないということで私も一緒になって運動していきたいと思います。本当にありがとうございました。国補選ではみんなが大きな勇気を